うわ、来た。どうも、皆様です。いや、久しぶりすぎ、ヒーローモード。今回ヒーローモードやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。で、今回ですね、インターネットでね、いろいろ僕 YouTube 見てるんだけど、なんか突然ね、ヒーローモードで、なんか風船流れてきた。突然ヒーローモードでね、ボス戦これ、サイト2の、ボス。うつほちゃんだったから確か。マジで、ヒーローモード全然言ってないから、うつほちゃんだと思うんだけど、うつほ戦の最初のステージを前に進むんじゃなくて、後ろ方向に行くと、普段では見えない裏世界に行けてしまうっていうね、裏技を僕ネットでインターネットで見つけたんで、ここやっていこうかなと思います。やっていきましょうか。さあ、とりあえずなんとなくやり方はね、見たんだけどだいぶ難しそうだった。いけるかな、ちょっとこの後僕ね、1時間後にはね、ちょっとお家出なきゃいけなくて、それまでに成功できなかったらおしまいなんだよな。武器はね、なんでもいいらしい。さあさあさあ、行きましょう。無料ね。な、無料だから何回でも失敗できると。よし、これね、ここだね。ここの向こう側、ここ、あ、ぶつかっちゃうんだ。あ、そう、ここのなんかコンクリートの丸いやつに行けるらしい。ジャンプじゃダメなんだ。これで、こうか。こう、ほ、あ、ちょ、たくそ。あ、でも、なんかこんな感じで、イカ速とか使える、イカ速関係ないもんな。ヒーローモード。こう行くと、登れるらしいんだ。これがだいぶ難しいらしい。何回か挑戦したらいけるって感じかな。いや、下手くそだね。うわ、来た、やったー。左から行くと、なんかさ、僕が見た動画だと右側から行ったんだけど、左側から行くとすぐ成功したわ。よしよしよし、やったやった。10分かかった。結構きつかった。これもしかしたら修正されてんじゃないかなと思ったけど、そんなのなかったね。ね、見て。これ見て、見て、これイカちゃんがね、ウィンクしてくれるんだよ、これ。いや、かわいすぎ。なんかさ、どういうポーズそれ。左足がなんかピュンって、なんかこう、足がつりましたよみたいな、足がつりましたから痛いですけどみたいな、そういう感じだったんですけど、やったやった。そうそうそう、これで勝手に、そう、僕ね、今コントローラー触ってないですからね。コントローラー触ってなくてもこんな感じで、なぜか、なぜか反復横跳び、ちなみにサボさん反復横跳び何記録50回くらいかな。マジ運動できなすぎてね、 C 判定みたいなのもらいましたね。いや、懐かしい。これ反復横跳び勝手にしてくれます。で、これね、滑るな、ここ、だいぶ。奥の方も行けるらしい。わ、すげえ、だいぶ滑、ちょ、出れる、あ、出れる。あ、すごい。わ、すげえ、めっちゃすごい。こと、めっちゃ滑るんだけど。ちょ、止まんない、止まんない。どんどん奥行くんだけど。どうしたらいい？あ、なんでそういうことすんの？うわ、待って、や、もうちょっと痛かった。もう、くっそ、ちょ、もう一回行こう。あ、来た来た。あ、これね、左から行くと簡単に行けますわ。これね、右から、どっちからでも行けると思うんだけど、右から左でも。僕的にね、左から行くのがすっげえ楽に行けるね。さあ、これ結構、この辺止まんなくなるんだよね、これ。結構ね、滑る。なんか氷の上にいるみたいに滑るんだよな。はいはいはい。だからね、この辺までもっと前に進むと落ちちゃうんだな。怖い怖い怖い、ちょっと怖い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 。結構滑るんよね。じわじわこう、反復横跳びしながら前に進んでってるの、これ。危険だな。あ、いいね。すげえすげえ。すごいね。なんでこんな、なんかちょっと、いて、いてみたいな感じになってんだろう、これ。足痛めてんのかな、これ。あ、あ、ちゃんと小鮭もね、立ち上がってくれるんだ。あ、すごいすごいすごい。これ、クイックオンも使えると。潜伏はできないね、こう。これ。あ、ジャンプもできると。はい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 。あ、これさ、カーリングオムでさ、足場がどこまであるか見れるんじゃない？これもしかしたら。あ、結構奥の方までできる？もしかして。ほっ。あ、結構、もうちょい奥までいけるか。画面見えない。ほっ。あ、お、結構奥までいけんな、これ。あ、だいぶ奥までいけるぞ。あ、この辺までいけるわ。なるほどね。もうちょいいける？あ、もうちょいいけるわ。あ、これ前進んだら落ちるわ。これもう。これ、ここ限界かな、多分。ここが限界っぽいな。あ、いや、わかんない。あ、この辺だな、ここだな。ここだね。うん、ここですわ。ちょっと待って、変わりも投げたら。あ、変わりも投げたら、そのままのポーズになるんだ。かわいい。あ、そうだね。インクちょっとわかるわ。こっから先足はないです。ここギリギリだね。なるほど。面白いね。ちなみに向こうに打つ方がいます。打つ方待ってんだろうね、これ。待ってんだろうな、これ。どこ行ったみたいな感じになってんだろうな。面白い。これ見つけた人マジすげえな。これ多分ここから落ちたら終わりなんだろうな。
落ちれるこれ。ああ落ちるわ。はい、ということで裏世界にね、裏口入門できるっていう裏技でございました。ちょっと700ポイントもったいないんで、うつほと戦ってちゃんとヒーローモードやろうかなと思います。あ、懐かしい。いやこれマジでね、9ヶ月ぶりとかだな。うつほ戦塗って、あ、はいはい、思い出した。終わったー。いや、面白いね、やっぱ、ボス戦。よし。いや、久しぶりにやったわ。面白い。さ、というバグ紹介、この辺にして、恒例のヒーローモード完全制覇の道、やっていこうかなと思います。今ね、めちゃめちゃ久しぶりなんだけど、いつもね、こんな感じで裏技紹介した後にね、ヒーローモードを攻略していくってやつをやってたんだけど、もうね、半年くらいは期間あっちゃったんだよね。今ね、サイト2の、これクリアしないのかな？これだけかな多分。そうだね。これクリアしないから、ちょ、これやってくか。よいしょ。はい。美しの夜景に、匠の遊び心がそびえる。簡易タンクでゴールしましょう。やっていきましょう。お、クリア報酬100。クリア報酬1200じゃん。え、美味しい、美味しい。行きましょう。うわ、面白そう。そんな感じだ。あ、カニタンクや、なんか。わ、すげえ。これだな。壁登りの、塗ってくやつだよ、これ。塗ってくやつ。塗ってくやつだ。これさ、カニタンクさ、弱体化食らってるけどさ、それも、あれなのかな、反映されてんのか、ヒーローモードは関係ない感じ。塗ってくぞ。あ、いや、弱体化これ、弱体化前のやつだ、これ。うわ、強いカニタンクだ、これ。いいね、いいね、強、なんだこのロボット。なんかすっごい出てきた。確かに。なんだ、なんだこれ。なんだこのロボット。これなんか、R ゲームズさんの動画見たことある、このロボット乗るやつ。R ゲームズさんのやつで見たことあるぞ、このロボットに入るってやつ。どこだっけ、登れるんだっけ、どっかに。あ、これなんか登れそうだな。あ、これ向こうに行くって感じ。え、壊せないもんね。あ、壊せるけど。はっ、おっ、けけが、はい、今ね、今、はい、なるほどね、今、はい、よし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 。でよ、こっから、あー、これ登ってくんだ、これ。なるほどね。はいはい、うわ、面白い、おもそれ。カニタンクの前にひれ伏せ。よしよしよし、いいぞ。これ、あ、ここ壊せない。なるほど。あ、面白い面白い。あ、こういった待った方がいいな。待たない、これ。待てばよかった。これ、今だね。今です。で、こう下行きます。はいはいはい、いいよ。で、今。これ、こっから壊せんのか、もう。こっから壊せそう。よしよしよし。いや、壊し放題じゃん。いいぞ、いいぞ。これ、こうやって倒して。倒しいの、壊しいの、これで終わり？終わりじゃない？あ、なんか出てきた。なんだこれ。顔がやられた。これ核だ。コアだな、これ。コアです、これ。壊します。コアだけに。よし、終わり？まだある。お。お。大きく変わった。なんだ？上に登ってみよう。なんかさ、これ確かさ、なんだっけ、腕がさ、下行くじゃん。行きますよ。はっ！そうそう、こう登れるんだよね。ここ入れた気がする、ここ。あ、入れないか。登れるだけで入れないみたいだわ。なんか、開いた瞬間だけ入れるっぽいな、あの時。そうだね。登れるだけだわ。でも顔が開いた時に、顔の中に入れるんだよな。まあ、先行きましょうか。さあ、上登りの？よいしょ。お、だいぶジャンプする。あ、はい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 。上に行けってことね。え、勇気を出し、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。よし、よし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 。いや、楽しい、このマップ楽しかった。いいね。よっしゃー、ということで、これで、とりあえずは、夜間全クリだよね。1,2,3,4,5,6,7。そうだよね。夜間全クリ。まあ、一旦マップは全部塗ってないけど、サイト3まで行くか。ちなみにサイト3マジで、飛ばしすぎて。サイト3マジ何もやってないんだよね。あ、ほらほらほら。何をされてる方ですかって感じなんだよね。夜間解放してっか。マジか。こんなとこも解放してなかったわ。どんだけやってんねん、ヒーローモード。スプラ実況じゃ失格だろ、これ。さあ、これ、今回ここやって終わりにしようかな。誰にでも完璧にこだわりたい時がある。確かにね。わかるわかる。なんかね、あるよね。なんか僕も、割とね、適当な性格なんだけどさ、なんか掃除とか始めちゃうと、家の掃除。なんかね、こだわっちゃうんだよね。なんか、その本当にもう、掃き掃除した後拭いて、アルコールシュッシュッってやって、ちゃんともう一回拭かないと、
気が済まないんだよね。普通に普段家汚いのにさ。さあ、ということで、やってみましょうか。カーリングモム。どうすんだ、これ。あ、うわ、なんだ、え、あ、なるほど。端、決まった場所から投げ、これさ、ほい、あ、ダメか。さすがに、面白。すごい、なんか、怒られてるみたいだ、学校の先生に。あ、これで投げて、ホール、あ、待って。ミスったな、これ。あ、ミスった。でも、あ、いいんだ。あ、いいんだ。どうにかして入りたいんだけどな。入れないか。さあ、次行こう。面白いね、これ。ボーリングやってるみたいだわ。これは？あ、はいはいはい。まっすぐ進めと。これで開くのかな。はぁ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 。うわぁ、これね、ボーリングみたいで楽しいな、これ。ボーリングやりてぇ。じゃあ、僕のね、サバさんのあ、むずいな。サバさんのボーリング最高得点、なにかな ?150 とか120とかかな。え、待って、これさ。結構集中しないとダメだな。待って。マジでカーリーモン下手すぎ。まずい。カーリーモン投げるの下手すぎるのがバレる。あ、いいんじゃない？よーし。いいぞ、いいぞ。次行きましょう。お、いいね。なんだ、これ。ん？あ、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどね。これさ、普通に、あ、こう投げると跳ね返されるバスよと。これここだね。一発で行けます。一発で行けます。一発で行けます。待って、難しくね？めっちゃ難しいんだけど。え？どうすればいいんだ？左から行く戦法。あ、正解は左からでした。なるほどね。これ右からじゃダメだったのかな、これ。左だったらいけるみたいな。さあ、次行きます。あ、面白いわ。面白い。はい、これ、もう行きます。下手くそー。あ、いいよ。あ、うまい、うまいじゃん。ナイス！よしよしよし。やればできる子あんだよね、マジでみんな。行きましょう。あ、なんだこれは。あ、でも、一発成功じゃなくてもいいもんね。あ、一発成功じゃなくてもいいもんね。せーの、はい。これくらいか？よーし、わー、これ一発成功できたかったなー、これ。さあ、次ラストかな、これ。なんだろう。わ、あ、これ面白いやつだ。でも簡単じゃない、これ。あ、だいぶ簡単だぞ。めっちゃ簡単。え、最後にふさわしくないほど簡単だったんだけど。イェーイ。クリアー。え、面白か、いや、け、いや、面白いなヒーローモード面白。はい、ということで、今回この辺にしようかな。これね、今ね、サイト3？マジで攻略できてないの。3が唯一ね、あ、6もできてねえわ。やば、6地獄みたいになってんだけど。これ3がね、だいぶね、夜間も開けてないから、ちょっと、次また、やっていこうかなと思います。サイトにはね、全然濡れてないから、ね、これもね、しっかりと探索していこうかなと思います。ということで、こんな面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ぜひ皆様ね、バグやってみてください。ということで、また見てください。それでは、バイバイ。